えー、タミヤグランプリ全日本選手権の時にですねテーブルにあの充電器が置いてあったんですねその充電器がこれですね、えー、iCharger4010DUO っていう充電器なんですけどこれが置いてあったもんで買ってしまったんだって言われたのとこの充電器見たことあるんだけどどうなんですかって言うとですね 他にもね、なんか <laughs>、まあ、いろいろ言われたことがあったもんですから、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。で、今までね、使ってた充電器が、iCharger の S6 っていう充電器なんですね。これちっちゃくて、安定化電源は必要だって煩わわしがあるんですけど、まあ、便利なんじゃないかなって個人的には思うんですね。あの、僕が使ってた安定化電源は、あれあなんだなんか、 外れてるし、ネジが出てきた。なんかこう、ちょっと壊れとるっすね。<laughs> まあ、ちょっと話脱線したんですけど、この最近、あインターネットのね、えー、なんか某オークションで売ってるですね、800ワットのこれで運用してたんです。これ自体はちっちゃいもんですから、まあ、どうだろうな。こう、重ねておいたらその場所取らないですよね。うん。で、おちょっと重たいんですけど、出力が、 800W っていうサーバー用が同時はこうじゃって売ってるんで、かなり化け物みたいな人というかあるんですけど、まあ正直ね、まあ充電器の話なんで、まあ安定化電源の話じゃないんですけど、この安定化電源はね、僕 YouTube やってる以上ですね、なんかあんま変なこと言って、なんか他の人に悪影響与えてもいけないなと思うんで、消費者目線でね、消費者目線で話させていただくと、使えないんですね。これね、あの電圧が、 まあ電圧、電流は出るんですけど、かなり外部、だってコンセントに依存するんですよ。すごくね、繊細なんですイカリく君なんです。めちゃめちゃガラスなんで、ちょっとしたことでドラ不安定になるんですね。不安定になってね、電源が落ちられると、なんかレースの時はちょっと困るなっていうことで、レースの時はこれ使わないですね。練習する時はもうこれ全然十分なんですけど、レースする時はまあ、 別のことをね、考えておりますんでね。まあ、別のことというか、ポータブルバッテリー買おうかなと思うだけなんですけど、これは、まあ、そういうもんだよと。で、ちょっと脱線して充電器の話に戻りますけど、S6 使ってて、この S6 とですね、4010DO っていうのはですね、あの、中身に入ってる OS みたいなものはもう一緒です。で、1系統なのか、2系統なのかね、これは、 まあこっち側から電流が、えっ、ー、と、安定化電源から入ってきまして、こっち側に出力して、バッテリーがいて、チュチュッチュッて充電するんですね。こっちは、4010は2系統ございますから、チュっ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 て充電できるんですね。こっち側が入力なんですけど、2系統と1系統の差があるんです。あとは、こいつ自体の放電する能力っていうものがですね、えー これ何アンペアだったんだろうあの外部抵抗とかつないだりとかですね改正モードにぶち込めばあのいろいろできるんですけど単体だとまあそこまでの放電電流ないもんですから使ってた時は GD250 って言って、ね、GFORCE の放電器があるんですねそれを使って運用してたんですけどその GD250 と S6 のコラボに僕がついていけるのかなと思ったんその現地で多分パニックって ってんなって思ったんでまあ案の定パニックってですねえらいことになってまあ、成績も中途半端しょうもない結果になったんですけどそういうのがあるもんであのうーんって1日2日ぐらい前に考えてですねタミヤグランプリの2日前にこの4010ルュを届いていきなり実戦投入したんですで、えー、放電電流はかなりねでかい電流抜けるんです で充電電流自体は、もう僕 S6 で使ってる充電電流を超えてないもんで、一緒なんですけど、放電するっていう能力が片っぽ片っぽで、両方で、えー、かなりのね、高出力で放電できますね。でこれシンクロモードっていうもの、ね、こうケーブルブスつない、つないで、説明書に書いてあるんですけど、こうキューッとつないでね、2つを一つで使うみたいな方法あるんですけど、そうすると、まあ、さらにですね、あの強いですね、ことができるんです。 が、こっからですけど、別に S6 でもできるんですね。だから、じゃあこいつどうなんだって思うんですけど、僕は、まあ、結果こいつを使ったことによってパニックにならなかったですし、なんからそう、早いとか遅いとかっていうのも一切なかったんですね。ただ2系とあるよと。どう思いますかその話聞いたら。 微妙だなって思,思われるかなと思うんですけどね。ただ、放電と充電をサイクルでして、1K と 1K と独立でいけるっていうのはね、かなりね、僕、アドバンテージじゃないかなと思ったんですよ。で、もう一個ね、これのちっちゃい、えー、黒っぽいようなやつがあるんですね。黒っぽい。うん、側がオレンジの。で、それだと、まあ、できることもあるんですけど、それはね、少し中途半端なの。あれを買うなら僕は S6 をもう一個買うし、みたいな。 で、まあ、それじゃなかったらもう一個上の買っちまえっていうので、重たいんですけどね、重たいんですけどこれを買ったんですね。結果、満足してます。僕、レース、そのタミヤグランプリ使って、えー、こう動画を撮るために開けたんで、まあレース、そういうレース以外でも使うことはないなと思う,思うんですが、あったらあったらですね、あの便利だない、便利かなと思うんですけどね、僕はですよ。 うんサイズ的に1,2,3,4,4つちょっとのなんか分厚さ入れると8個ちょっと9個分ぐらいのですね分厚さと重さがあるんですが悪くないと思います。で設定も S6 も 4010DO もですねいろいろできるんです。ファストだとかですね、ファストなんてとかエンドカレンとかどうだとかですね。あとはなんかこうどう,どういうふうに電流をこう 送り込むかとかとまあ色々色々あいいいろろろるんでですよでこれ派閥がめっちゃあって、えー、何々派みたいに分かれてるんですね、うん、あなたは、えー、流派東方不派みたいな方もいますしあなたは何て言うんですかそういうもうやり方がねめちゃめちゃありすぎるのとじゃあその内容を話すとですね 電池にダメージが入るとかですね。あの、だ、ーだこうだっていう風になると思いますから、ちょっと具体的なお話はね、避けていこうかなと思いますね。だそんな凶暴な運用をしなくてもですね、ある程度走れたんじゃないかなと思いますね。予選3回目、4回目、2回目のやつ見てても、まあ、腐った電池で、まああれぐらい走るんで、まあいけて、いけてるっていうか、その、 そういうところじゃないよっていう、充電も大事かもしれないんですけど、もっとホイールスピンをさせないとかですね、3分間、5分間、ノーミスで走りきるとかですね、そのね、まあ、いろいろ動画で高橋さんとかも言ってると思うんですけど、車をまっすぐ向けて、ドンって出るのを速くするとか、まあ、ハンドルのね、その、余分に切らないとかですね。 込みすぎないとかそういうところがですね多分大事なんじゃないかなと思うレースだったもんですから何ていうのかなその充電でどうなんかねいろいろこだわってわーってなると集中して練習する時間が削れると思うので僕はまあえてですねその充電の話はちょっと避けようかなと思いますね。 うん、いや、なんかレース行って、まあ、テーブルにこの充電器があるから、速くなったのかなみたいなふうにな,なるのか、まあ、なと思うんですけど、えー、全然こっちとね、使い方変わってないです。ただ僕は2系統あって、パニックになった時にですね、放電と充電を一軒サイクルで、しかもこいつだけできる、GD250 を使わなくても、併用しなくても。で GDD50 をバチッとポチと放電して、あ、放電終わったとパスパスって抜いて、充電クック,クスッとして、カシカシカシャってやって、あ出来上がったのか出来上がってないのかなっていうことを確認するよりは、も、ま、う、あ、これで一個でポチポチポンポンっつって全部オールインワンみたいな風にいけた方が楽だなと思ってですね。これを買ったってことですね。 でも、その充電とか放電は大事なのかなっていう人ももちろんいると思うんですけど、僕の中ではやっぱホイールスピンをさせないとかですね、なんかもっと綺麗に早く曲がるとかですね、まっすぐ向けて立ち上げるとかは大事だと思うんで、なんかね、初心者、僕は初心者なりの意見で消費者だもんでそういうことを言うんですけど、 あんまり囚われない方がいいんじゃないかなっていう思いますね。だから、まあ気になって質問いただいて、僕はその質問に対してちょっと返事をさせていただいておるんですが、あんまり、えー、気になさらない方がいいんじゃないかなって思いますね。うん。なんか、気にしだすとね、キりがないですね。で、もしね、本当に気になるんだったら、買っちゃえばいいんです。僕そう思います。もうね、えー、いちいち考えて、 あれがあった方がいいのか悪いのかっていうのも単純な時間の無駄だもんで、買って使えなくなったら売っちまえばいいんじゃないかなと思う。そういうのでもいいんじゃないかな。ただ、あの、設定がいっぱいできるし、なんか、このね、高出力だったりするもんですから、なんかその、事故、事件になったりするの怖いもんで、まあそういうのは、周りにね、使ってる方がお見えになったら、こういう風に使ってるよっていうのを聞いて、 運用した方がいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、ものの紹介というかですね、あの、まあ、質問に対する返事になると、この辺かなという落としどころでいかがでしょうか。ということで、さよなら、さよなら、さよなら。